エンジョイパチンコライフ、エキサイトシーズンファイナル。ファイナルか、寂しいなですね。はい、まあ、ちょっととりあえずあの番組の説明をね。はい、はい、このエキサイトとは、埼玉県全域を P-Mart TV と、あと埼玉県全域に配られておりますパチプラ様との、パチプラ軍に分かれてですね、埼玉県全域で陣地を取っていくといった番組となっております。はい、シーズンファイナル1戦目は私 P-Mart TV 軍からはジェフリーと、はい、なにわのちびデビルからことぶきあおいです。はい、よろしくお願いします。はい、ね、もう最終回ですよ。そうですよね、寂しいですよ。1年半ぐらいですか、ね、ジェフリーさんとは3回目ですよね。3回目ぐらいです ね、 ね、とりあえずですね、今日は4店舗回るんですけども、まずは、本庄市からは、大栄小玉店さんで、はい、まずは実践をしたいと思っております。はい、今回の1戦目の実践機種は花花シリーズ。花花、花花でございます。オキソロです。で、実践ルールの方がこちら、てってれー。はい、15分以内に引いた方が勝ち。はい、そういうことでございます。まあまあまあ引けるでしょ。で、もう今回が最後なんで、はい、なんか引き分け引き分け引き分けみたいな同時代の内容にはしよう。オッケー、じゃあじゃあお互い頑張ろう。はい、頑張りましょう。じゃあだから1戦目行ってきます。行ってきます。めっちゃ寒いです。寒いです。で、あのジェフリーさん、さあ、それではシーズンファイナル第1戦花花対決、用意スタート。よし、始めます。いやー、寂しいね。なんだかんだで1年半くらいですか、この番組続きまして、僕も何度かバトルに参加させていただいているので、なくなってしまうのは非常に寂しいですね。初めてです、これ。何が一番寂しいかっていうと、日向ちゃんに会えない。日向ちゃんに会えないのがとにかく寂しい。オラ、日向ちゃんやったよ。一瞬、1分もかからなかったですね。オラ、1分経ってない。バケクセ、おし、わー、マジか。すいません、あっさり、やりました。よし、これは圧倒できるぞ。なんだ、わー、結果ぴょー、やりました、やったね。1分もかからず、確か30秒ぐらいでゲットでございます。なんかすごい申し訳なさそうに入るとこがムカつく。というわけで、本日撮影にご協力していただきましたダイエーこだま店さんなんですけど、まず何といっても店内が広い、店内が広い、うん、あとは個人的に思ったのは設置機種のバランスが非常にいいです。ね、1機種デーンってあってすぐ飛んじゃうところとか最近よくあるじゃないですか。そういうことがまあない、非常にいいですね。僕はそれは本当に好感を持ちました。で、結構その影響もあってか、スロットボードも大盛況といった感じで、いいお店だなと思いました。何かありますか？あのですね、休憩ルーム の、 あの本が置いてあるんですよ、いっぱい漫画が。はいはい、あります、あります。で、パチンコ屋さんの漫画って男の子漫画が多いんですけど、多いですね、少女漫画がめっちゃあって、あ、いいなって、女の子に嬉しいなと思いました。あとはソフトクリームの種類がいっぱいありました。なので、まあ、女の子でも来やすいし、カップルでも遊びに来やすいと。お前あそこで本読んで待っとけと、後でアイス買ってあるからってって言われるのが好き。うん。というわけで、第2戦目の舞台へ行ってきます。行ってきます、ゴー。さあ、2戦目の舞台にやってまいりました。これ何してるんですかね、なんすかこれ。やれって言われたけど、いや確かに寒いのは分かるんですよ。はいね、僕もお腹も出てるし、多分波の北海道ぐらいはあったかいと思います。何ヶ月ですか？こちら、深谷市からはミスターパチンコ深谷店様で、実践をさせていただきます。実践機種はジャグラーシリーズとペカペカいったところで、てかあースケベースケベですよ、痩せる気もないし。噛みつくと美味しそう。じゃあ多分ね、もう収集つかないんで、はい、早速実践の方に
行ってきます。行ってみます。では2戦目ジャグラー対決よーいスタートしまーす。よし叩きのめそう。なんで逆押してんの。なんで逆押ししてんの。え、だって逆押しの方が楽しいんやもん。なるほど。これでベル、これ。ああ、なるほど。分かってる分かってる。よし、ここから1分間中押ししよう。中押しはこの番組で言ったかどうか分かんないですけど、7の下についてるバーを枠下に見た。で真ん中にサイが止まればリプレイかチェリーで、ビタ止まりして上段にブドウが止まればブドウ、あとは真ん中にベルが止まればベルかブドウみたいなね感じです。向かって、もうお化けでもいいから。で4コマ滑って止まった場合は外れか単独ボーナスで、目押しをミスってこの7まで振ってきた場合も単独ボーナスか外れですね。ただ赤7まで滑って左にチェリーを狙ってチェリーが止まればチェリー重複の2画目になるっていう、ちょっと面白いっていうか、まあ、当たった時に自分がビタ押しをできてるかできてないかとかそういうのが分かる打ち方で僕は結構好きですね。エキサイトもこれで僕何回目なのかわからないですけど、あんまり引き分けで終わったことって少ないんですよね。ペカってペカって、なんか無茶な機会、例えば引き分けに終わったので僕の中で印象的だったのは鉄拳デビルとか、その辺はまあさすがに無理でしたけど、他の結構荒い ART 機、例えばミリオンゴッドだったり、鉄拳セカンドとか、あの辺でも引けたんでね。北斗も引いたし番長も引いたか、だからちょっと見方を変えるとこの番組って頑張ってくれ15分でも ART 機でもしっかり当たるよっていういい番組だと思うんですよね。あと回せて頑張ってくれ。おっしゃー、もう最低40秒やった、本当に良かった。ちょっと小ネタをまだ触ってない、まあまあ7って揃えて逆押しでトントントンでやるとこうやって簡単に揃うんです。でもレギュラー負けたー、最低。結果発表はい、ということでですね、2戦目ミスターパチンコ組み替えなくてよかったのにミスターパチンコ深谷店様で、ジャグラーシリーズ打ちまして、ラスト40秒で光りました。というわけで、シールを貼らせていただきます。大喜利どうも。はい、ゆっくり神秘です、足の組み替えってのは何言ってか分かんねえな、なんか語ってます、はい。ちょっとじゃあまとめましょう、はい。本日、撮影にご協力していただきましたミスターパチンコ深谷店さんですね、まず運営ボードがパチンココーナーには前代、設置してあって、あとはレザーの肘掛け、うん、ありました。長時間の稼働でも疲れないよって、あんまりくらくらあれないと結構疲れるんですよ本当に。あとは選べる4レート1パチ4パチ、5スロ20スロ、好きな自分の気分に合わせて、打ち分けていただけると、信頼もしっかり入ってるんでね、そのあたりぜひぜひ選んでいただいて、こちらミスターパチンコ深谷店さんに遊びに来ていただければと思います。早速3店舗目、行ってきます。ちょっとごめんね、もう叩きのめずは4連勝するように。はい、では行ってきます。
ました。3店舗目ですね。3店舗目は熊谷市にございますスマイルマックス熊谷店さんにお邪魔しております。まあもうちょっとここまで来たら僕は完全勝利を最後のシーズンでできるように頑張りたいなと思っております。気になる実戦機種はですね、2戦目と同じくジャグラーシリーズでございます。ペコ、はい、ちょっとまだどのジャグラーを打つかは決めてないですけど、結構いろいろねジャグラーシリーズあるんで、その中から今から選んで実戦したいと思います。なんで頑張って人たち浴びせてくださいね。この余裕がムカつくんですよね。行ってきまーす。いってきます。あれ行かないの？いやいや、いいっす、いいっす、うん、ね、いただきます。はい、では3戦目、ジャグラーシリーズ対決よーいスタート。始まったー、OK、今回こそからさあ今回はですね、ジャグラーシリーズからはマイジャグラー2こちらで実践するわけですけども、ただねランプが非常に見にくいんでちょっと光ったらリアクションで表現できれば表現したいなと思います。あと今隣同士で打ってるんですけど、そのランプをどうにかして映すために今僕と、葵ちゃんがすごい距離で打ってます。お尻合わせてもね、こんなゼロ距離で打ったことは今までないですね。超近いから相手が何喋ってるからも全部聞こえますもん。連チャンしだすと本当に壊れたように出ますよ。まあ、もちろん5号機はそういう4号機みたいなストップ機とは違って、毎回このレバーオンで抽選はしっかりされてるんですけど、やっぱ乱数の偏りっていうか他のジャグラーシリーズに比べると波のグラフが荒いイメージは本当にありますね。そして設定6の機械割りはジャグラーシリーズの中でもトップクラス。だからジャグラーシリーズに力を入れてる店とかだとこのマイジャグ2を狙わない手はないんですよね。あ、ペカった。おお、まだ分かんない、揃えるまでが勝負だから。めっちゃ悔しい。勝った。うわー超悔しいよ。結果ぴょーん、負けました。乾杯でございます。勝っていい？どうぞ。はい、うわよかった、なんか久しぶりや。とりあえず参戦を終えて今のところピーマート TV が1、2パチプラ軍さんが1ということで、はい、勝負的には面白くなった感じですよね。はい、ということで、今回撮影にご協力していただきましたスマイルマックス熊谷店さんですね、はい、選べる5つのレートということで、はい、スロットコーナーからは20円、うん、あとは10円、うん、そして 2.5 円、うん、ということで、まあ、3種類のレートがあって、パチンココーナーからは 1.25 円そして 0.25 ということでね、まあ、基本的には低貸しがメインな、お店でございますね。まあ、それでも20スローにしっかり寝台も入ってますし、手貸しコーナーは非常にバラエティ豊かな台ありますんでね、まあ、長くそして自分の好きな台を楽しんでいただくのにはもってこいなお店なんじゃないのかなと、はい、思います。なんで最終戦頑張りたいと思います。では、はい、最終戦の舞台へ行ってきます。行ってきます。寒い、行こう行こう。ちょっと何なんですか。いや後ろ姿を見ときたいなと思って。いや、やっぱ歩き方で分かるね、女性ってな。最終戦の舞台ですね、埼玉県は川越市にあります
スパークさんに来ております。そして、私事でありますが、僕住まいが川越なんで、どうしてもここは勝ちたいなと、思っております。実戦機種はですね、ジャグラーシリーズ、こちらから選んで実戦をしようと思っております。ちょっと3戦連続ジャグラーで申し訳ないですけど、かわいいでしょ、あまり想像できない、かわいいでしょ、ちょっと女の子っぽい、かわいい、かわいい、かわいいでしょ、うん、ねえ、ずっとこれでいいのにね、胸元もざっくりしてるし、男性の方は非常に好きなんじゃないのかなと、思います。じゃあ早速ちょっと寒いので行ってみましょう、行きましょう、パパ行ってきます、寒い、行こう。ちょっと落ちる、あー、パパのバカ痛い。では、始めます。1日目の最終戦ですね。まだか。ハッピージャグラー勝負、用意スタート、はい、スタート、始まりました。ということで、まあ、長きにわたったエキサイト、この番組で僕は実践するのがもうこれが本当に最後ですね。ってなるとやっぱりすごいちょっと寂しいですよね、やっぱり。なので、まあ、最後なのでね、できれば勝って終わりたい、ルッル勝って次の方にいい形でバトンを渡して終わりたい。今まで多分パチプラグンからもいろんな女の子が出てくれてて、まあ解禁賞の、あ、すいません、適当におっしゃいましたけど当たりました。いや、すいません、ちょっと今適当におっしゃいました。本当はチェリーの重複だったかもしれないです。ちょっともっと思い出を語りたかったな。まあいろんな人に感謝を込めて最後のボーナスを揃えたいと思います。ちょっと待って、あれひどいよ。1年半ありがとうございました、ビッグボーナスありがとうございました、楽しかったです。最後は2分で決着がつきました。あー寂しいな。結果表、ぴょーん、はい、ということでエキサイトシーズンファイナル1日目の最終戦ですね、はい、こちら川越はスパークさんで、実践させていただきました。結果勝ちました、ありがとうございます。負けちゃった、超嬉しいです。まあ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 、私もですよ、本当に嬉しいです。これで、1日目の結果がですね、ピーマート TV 軍が3、パチブラ軍さんが1ということで3対1、はい、2ポイントリードして、2日目にバトンをタッチできるといったところで、はい、今回撮影にご協力していただきましたスパークさんなんですけども、3月にですねグランドリニューアルをされたということで、店内非常に、綺麗になってます。台の間というか絨毯からトイレまで、非常に全部綺麗になってまして、まあ、それに伴ってパチンコには大観の文明ボード、煙が気になんねえよっていうやつとかね、あとは漫画コーナーも充実してるということで、はい、まあ、1人じゃなくてカップルでもお友達でも非常に遊びやすい、お店になったということでですね、はい、もし近くにお越しの際はぜひ遊びに来ていただければと思います。思います、はい、というわけで2日目はですね、うん、ピーマート TV 君からはですね、ミスターエキサイト新田ロビンソン新田さんが、新田さん、はい、でパチパラ君さんからは日向ちゃんです、はい、ぜひぜひ、最終戦お楽しみしていただければと思います。ます。楽しかったですけど、どうでした？エキサイト5回ぐらい、はい、出ていただいて。楽しかったですよね。楽しかったですね。スロットをやってことはちょこっとしかなくて、全部親父打ちだったんですけど、はい、エキサイトにやってなんかちゃんとやるようになりました。いやでもまあ普段からちゃんとやる必要なんて全くないですから、別に。楽しければいいんです。楽しければ。のめり込んじゃいましたよ。どう、まあ、今もグダグダですけど、うん、本当にのドペーペーの頃から使っていただいてこの番組にね、うん、いやそれがなんか終わってしまうのはちょっと寂しいななんて、いろんな、まあ、もちろん寿おぶちゃんにもお世話になったし、
他にいっぱい女の子の方、あとはさ、ね、さんもいる、ね、お世話になったんでちょっと終わるのは寂しいですけど、はい、ですよね、まあ、まだ2日目がありますから、ね、はい、本当お世話になりました、ね、機械持ってんだもん、機械持ってる、本当にありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、またよろしくお願いします、ありがとうございました、また会いましょう、お疲れ様でした、でした。